どうも皆さんこんにちは。今日は2022年1月31日です。アンティークアンドンと申します。古い骨董品、焼き物、いろいろこれから紹介していきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。今日は荷物届きましたので開封していきたいと思います。たくさん買ったんですけど、まあこの中で自分が欲しいやつがあって、まあそれを目的にまとめて、いろいろ欲しく、特別欲しくないものも一緒に買っちゃいましたけど、まあそういうことも仕入れはたびたびます。そんな中でこのせずに、なんだこれは、何これ、おもちゃ箱、ブロックが入っとるかな、ブロックが入っとる、そんなやつやね。この中に多分茶碗が10個ぐらい入ってる。無事無傷なのかどうか、まずそれが不安です。やろうか。え？何やろね、何番の茶碗。瀬戸かな。分かんないし、そんな古くない。お茶のお稽古用の茶碗にちょうどいい大きさ。ちょっといきなり出ちゃいました。またここホツがある。あー、ちょっとこれ残念やな。わ、ここもボロボロしてるやん。あ、これもともとちょっと弱いかもしれんね。早速3つ目で出たんですけど、これ加藤石春って言って、宝有軒明治3年生まれの、愛知瀬戸か一宮か、尾張の陶工なんですけど、この手のものをこうギラギラギラっとしたこの釉薬、これかなりオリジナルで、あんまり見たことない、他に見たことないですね。これが加藤石春のたった二式でという、昔から人気のある茶碗です。明治から昭和の初期にかけて、もうちょっとね独特の作風で人気が今もありますね。特に個人的に岐阜で遭難した板垣退助から、そのなんていうの、大事にされてきたというちょっと変わった経歴の。ああ、ちょっとねこれね、口にホツっていうか、これ虫食いに近いね。でもここはホツやな、ポロポロしてる。これで珍しく、これなんか大きくこの鉄釉を外した、このなんていうんですか、書き残し、ひま、こっちにも暇いくつかあって、これ珍しいですね。なんか江戸期の美濃の原骨茶碗みたいな逆バージョンですけど、いいもんです。これ目的に、これ今回のこの荷物買いました。他のやつちょっとついでに買ってきます。もうこれはこれと同じ手ですね。何番どこかわからない。これ加藤俊亭か俊太かを、一応志野、幕末明治の志野です。本当この時代のものでこの大きさや、
これが一般的に 11.5cm、12cm ないぐらいの口径で、やっぱ石州の茶碗ってちょっと大きいで、幕末の茶碗、抹茶茶碗というのはちっちゃいですね。もうその時代時代によってその抹茶茶碗の大きさとか作風っていうのが本当に特に大きさに現れます。なんやろね、結晶が出てる、引き出してない黒茶碗。昭和どうやろう、40年50年代かな。これ分かんないっす。京都っぽいけど、この手のものは、あ、これ楽茶碗ですけど、あっ違うか。何でしょうか。瀬戸っぽい、瀬戸やね。瀬戸の誰か作家さんの昭和30年40年ぐらいのかな。でこれは何やろ、漬け高台風の手びねり風の茶碗ですけど、だから指揮者がお茶やってる指揮者、陶芸のその技術的にそのプロではない人が作った茶碗っていうものも、まあまあやっぱ世の中にはあって、そういうものとの違いっていうのがこの作りとかでわかるかなと思います。これ時の修山窯ですね。稽古用にたくさんこの窯元はたくさん作ってます。これも分かんないです。篠っぽいですけど粉引きですね。この透明、橙色のところが釉薬で、透明の釉薬がかかってるんですけど、この白い部分は化粧土で、元々の橙色の部分はこれは酸化焼成で、あの透明になってこの黄色っぽくなってます。これが還元で、還元冷却はまあ自然に急冷されれば、急冷じゃなくて普通に冷ませば青くなります。鉄分で酸化してるのでこう橙色。この見込みとかここら辺見れば分かるんですけど、還元されてたらどっかしら、僕らは鉄粉って言うんですけど、あの必ず土の中っていうのは雲母とかその鉄の塊が入ってて、それがこう釉薬と反応してじわっとにじみ出てくるんですけど、それがない。これが酸化、還元還元酸化還元っていうのはあんまり骨董の世界ではあまり言われない言葉だし、見るとこも違うと思うけど、こういうところを解説していきたいなと思ってます。これね、多分ね、あのまあ柿ですけど、いわゆる虫食いに近い状態で粉引きっていうのがよくあるんです。こんな書き方ちょっと珍しいですけど、昔の小粋の茶碗なんか口がもうボロボロ、細目付けとかもそうですけど、で現代の陶芸家でもやっぱりあんまり上手じゃないというか、まあ残念な結果になるっていうのが、生地の収縮とこの化粧土の収縮が合わないから、そこにここ見てください、こう全体に生地があって、化粧、まあ普通は生地があったら釉薬です。だから生地が収縮したら釉薬も収縮する。でもこの間に化粧土が乗るわけですので、生地、化粧土、釉薬で、ここで化粧土が
耐火性が強くて生地よりも収縮しなかった場合起こる現象っていうのがこうなる。生地がグッと収縮して結晶度は浮いた状態になる。ここに衝撃をコーンと当てるとパカッと剥離する。これが粉引きの特徴、デメリットのその虫食い状態、これはよく起こりやすい。まあ、ちょっといろいろ話がそれブレブレですけど、とにかく目的はこのたった2色、ここに石春のこの珍しい四角いハンコです。でここ目跡ですね、この4つ。うん、いいですね。よしあしで言うと本当上等な方だと思います。客観的に見て軽いです。そんな軽すぎてもなく本当に上手やなと思います。あまり楽茶碗って僕はあんまね、まあ好き嫌いあんま言っちゃあかんかもしれんけど、本当いいですね。まあ、んこれいくつ ?11 点、こんなの、まあ、これが目的で。面白いですね、これ。こんな発想をいただいたのは初めてです。面白い。まあ、こんな感じで YouTube で古美術なんですけど、まあやりたいこと、興味のあることを動画にしていくこともありますので、温かい目でよろしくお願いします。それではありがとうございました。アンティークアンドのある施設には暖炉があります。火をつけるところからちょっと動画撮りましたのでご覧ください。今年お正月に家族でお墓参りに行ってきました。昨年はいろんなことありましたけど、今年は皆さんも良い年でありますように。